皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。シールド側のダイマックスアドベンチャー行ってみたいと思います。前回かぶっちゃったんですけど、今回も指定なしで行ってみようと思います。まだね、だいぶ捕まえてないポケモンがいるはずなので、指定しないで行って集めたいんですよね。あ、なんかやめるボタン押しちゃった。もう一回行ってこよう。はい、それでは行ってみたいと思います。私4番手です。何選択しようかですね。チェリム、沢村、アブリボンから1体。意外とアブリボン使いやすいんだけど、このメンバー、あ、アブリボンにしてる。で、ユンゲラー入ってきましたね。ここ沢村選択でペンドラーが追加。ペンドラーかなー。チェリム日本バレ持ってるんだね。サイコショックマジカル社員臨床ユンゲラーか。あ、チェリムに行ってる。これさ、心森もいいね。あ、でもペンドラかな。すごくなんとなくペンドラにしちゃった。心森も良かったかも。それでは見ていこうと思います。一番奥何がいるのかな。何タイプ。エスパー。エスパー。あ、じゃあ虫よかったじゃん。虫ゴースト悪タイプがいいよね。悪がいるね。虫もいるな、ここ。え、どっち。いや、こっち、こっちじゃない、布側じゃない。草の上にもいたんだけど、いや、多分こっちだと思うんだけどな。よろしくお願いします。大丈夫かな。ヌオー、かわいいよねそれでは行ってみたいと思います。最初はヌオー。はい、では行ってみたいと思います。あれ、いいんだよね。なんか上いなかったけど、ポケモン選択は今のままで向かいます。で、次が虫か悪か。アブソルだね。こっちありな気がするんだけどな。悪選択にしてみました。多分ね、アブソル。いけるかな。何技持ってんだろう。アブソル会ったことあったかな。なんかあんまりない気がするんだよね。かっこいい。はい、アブソル。ではペンドラーで行ってみましょう。ドキドキすんな。本当にわからないね、今回の最後。メガストーンが85なんだよね、命中ね。まずは独特からかな。それでは選択です。私多分ペンドラのままでいいと思うんだ。他の人が変えたね。よし、吹雪持ちか。大文字吹雪で辻切りワークいいと思うな。行ってみましょう。エスパーオンリーなのかも全然わかんないけど、この次の選択がちょっと怖いよね。手持ちのポケモンは大丈夫ですか。ね、多分このままでいいと思うから、私このまま。お、沢村変える。何に変わるか。どっちが変わるかな。沢村側か。あ、ラランティス。草。え、草がちょっと何かわかんない。これ白竜でしょ。ドレディア。どっ
どこだ、違うね、ドレディアじゃないや、あ、名前が出てこないいい技持ってると思うんだけどな、最後の選択は草、なんだっけ名前、アマージョ、よしみんな出てこないはい、それでは最後アマージョに行ってみましょう。サクッと最終決戦勝てるといいんだけどね。メガホン当たるかな、命中85だけど、とりあえずかけていこう。それでは選択です、このままかな、アロマセラピー持ちなんだけどね、このまま行っちゃおうと思います。チェリムはもしかしたら変わった方がいいって考えかもだけど、お、このまま行くんだ、日照り、日本晴れ日照りにすると良い感じに使い勝手がいいんだよな、チェリム。はい、で最後の最終エスパータイプだったよね。あ、初めて来たルナーラ、あれ待って、エスパーゴーストじゃない、ルナーラ、そうだよね、悪タイプ技が一番いいのか、ということは地獄好き抜群なんだけど、あ、でも毒入れられない、いや入れられたはず、いいね、アブゾルがターン的にも良い感じでアブソルが来てくれてる、いや嬉しい、ルナーラでした。ソルガレオはだいぶ前にね出会ってて、ルナーラだけ会ってなかったんだよね、シールド限定に確かなってるはず、ルナーラ、これで毒は入れとく、ムーンフォース大丈夫かな、よっしゃ、チェリムも変わるぜ、フラワーギフト可愛いよね、ダイアークめちゃくちゃ削れると思います、これやば、4倍すごいね、しかも特防が下がるからまたここから削りやすい、で次のターンから仕掛けましょう、地獄好き、綺麗だね、チェリムかわいい、あ、マジックコートか、来た、ソーラービーム一発で撃ってるもんね、なんか楽にいけますね、本当にいい手札4体が揃ってる、ありがとうございます、いやマジでアブソルの選択が神ってるよね、今回の道は最強だったかもしれない、じゃあプレミア投げます、嬉しい、あ、ムーンボールの方が良かったかなまさかここでプレミアじゃなくてムーンボール引いといた方が、ルナーラムーンボールから出てくるなんて最高かもしれないのに、まあいっか、いいよね、プレミアにしちゃったはい、ルナーラが捕まえられました、嬉しい、じゃあ最後色違いいたらそっち選びます、アブソル、アマージョ、ルナーラいないね、そう、ヌをね、ゲット
するの間違えずにやめちゃった。こんな感じです。星もついてないから今回はルナーラを連れて帰ります。はい、嬉しい。星雲ちゃん、私進化今回させてないんですけど、コスモクもそのままいるからこれは嬉しいぞ。ルナーラをゲットしてきたシャクヤちゃん、ルギア見つけたの。またルギアなんだね。結構なんか最近ずっとルギアの居場所あるよって言われるんですけど、ルギア好きなのかな。はい、ということで今回はルナーラ見つけに行ってこれました。続々とは集まってきてるけど、まだ足りない伝説、頑張って進めます。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!